じゃあハイブリッドレインボーギター編1週間出ました。さっきのギターじゃねえか。まあとりあえず私パートのギター1週間マスター編いきます。使用機材ギターはフェンダームスタング、改造はしておりません。使いやすいように、ガムテープで、あ、セロテープで留めております。アンプはおなじみオレンジ、セッティングはこんな感じ。この矢印ついてるのがライブの時、今日はちょっと控えめで、まずハイブリッドレインボーの基本的な音はこのおなじみブルースドライバー、これをかけた音が基本ですね。でソロパートになるとこのスイッチをオンにしてファズがかかります。この2種類の音を使ってハイブリッドレインボーを弾いてます。それではまずイントロからいきますよ。イントロはですね、山中くんのギターが入って私のイントロいきますよ。押さえ方はこうです。フレーズなんです。これがイントロのパートです。わかりましたか。もう一回やってみましょう。普通のテンポで、最後と中間部のこのビブラートが肝です。では次 A メロ。 A メロで使ってるフレーズはコードは、コードブックに載ってないような押さえ方なので、ちょっとアップにして見てもらいましょう。まず基本的な押さえ方はこういった押さえ方になっています。3弦は開放です。とりあえずやってみましょう。繰り返しです。非常に難しいんですが、こう押さえてても、3弦は開放なんですね。そこが非常に難しいところなんですが、ゆっくり音を拾ってやってみてください。これが基本のフレーズです。マスターできたかな。では、B メロ、B メロいきます。B メロは先ほど山中くんが、山中くんの方でコードをちゃんと紹介してるんですが、私の場合はとこのように、メロディーになっております。非常にコードに準じているんですが、メロディーがちょこちょこ入っているので、そこをゆっくりやってみますので、コピーしてみてください。これでサビに行きます。サビのコードはですね、まずやってみますね。アドナインというコードになってます。ただの CG と聞こえるようですが、実際はこういうコードで弾いてます。次の G はこういう押さえ方をしています。6弦の3フレットと 1、2弦の3フレット。次 Am7。
フレーズを弾いてます。これをファズを踏んでやってみましょう。じゃあソロに行きます。ソロはオクターブ奏法というやつなのでメロディーを覚えれば簡単ですよ。じゃあゆっくり弾いてみますね、いつもはガーッと弾いてるんですが、簡単に弾いてみます。頑張ってコピーしてみてください。